リエントアルカディアをプレイしたきっかけは何でしょうか。ツイッターで見つけました。キャラクターのデザインがすごく繊細で綺麗だなと思って鑑賞会コンテストに参加しました。 CBT は未体験ですけどリリース後に始めようと思っております。オリアカで一番好きな英雄は誰でしょうか。細分岐さんが好きです。目をつぶって仲間の傷を癒す笛を吹いている姿は聖女っぽくてなんか物語があって不思議な雰囲気を感じていて初めて見た時綺麗だなと思ってしまいました。そして細分岐の心で人を見えるというキャラ説明もすごく印象が残っています。他にも印象のあるキャラクターがいますか。あ、呼ぶ気も好きです。スキンバージョンが美しくてエレガントな感じがしてとてもいいなと思います。呼ぶ気は設定としてお父さんである無心の力とちょっとした確執があってなんか複雑な生い立ちを持っているキャラクターです。そこがとても興味深いと思います。もう一人はお菓子好きの女の子。イラストから見るとウサギちゃんを持っている確かカン・ギンペイという名前です。すごく子供っぽいですけど大きな鎖とか鉄球を振り回す怪力を持っています。こういうギャップのある設定も可愛いなと思います。オリアカのキャラクターのイラストも設定も物語も本当に魅力的だと感じています。仮にムニエル様は呼ぶ気のキャラクター設定をするチャンスがあるとするとどのような設定にしてみたいですか。なんか呼ぶ気はすごく勇ましいイメージですのでもう少し普段の前向きなとことか楽観的なとことか意外な部分を見られるといいなと思います。何か祝福の言葉をいただけないでしょうか。私は本当にゲームの初心者なのでどれぐらい進めるか分かりませんがオリアカのリリースを楽しみにしています。これからも本気でやってみたいです。頑張ります。配信中。